はようございます。お弁当今日の一品です。今日はまずオクラ、これをさっと沸騰させたお湯で色が変わるまでですね、もうほんとさっとでいいです。その間にこんな感じで綺麗に色が変わってます。美味しそうですね。ボイルしている間に梅肉を刻みながら、ボイルできたやつは水にとって粗熱を取っておきます。はい、梅肉を叩いて、だいたい2個分ですかね。梅しそも一緒に、オクラの硬いとこ、ヘタのところを切り離して、先っちょもちょっと口に残るので切り落として、大きめに刻んだやつと細かく刻んだやつと食感をちょっと変えて刻んでおきます。はい、梅肉とオクラを合わせていきます。ここにお酢をちょっと、ほんの少しでいいです。オクラの色が変わらないように、味が変わらないぐらいの、ほんの少し入れて和えていきます。はい、その間に今度は朝ごはんの味噌汁を、玉ねぎの4分の1、ちょっと大きかったので4分の1をスライスして、お皿に移してレンジで1分ぐらいチンしておきます。玉ねぎが甘くなるので。はい、先ほどのオクラに鰹パックをどっさり入れて、梅肉おかかオクラですね、一品できました。そして玉ねぎとわかめに鰹だし、めんつゆ少しですね。じゃがいも大きめのピーラーで皮をむいて、これをまたフライパンの上にそのまま落としていきます。結構量があったので、お味噌汁にもちぎって、じゃがいもも入れるとお味噌汁が甘くなるので、はい、フライパンに落とした方に小麦粉を大さじ2杯ぐらい混ぜて、水をかけて、はい、全体の粉っぽくさがなくなったら火を入れて油を周りに回しかけます。はい、お味噌汁の方は具が火が通ったらお味噌汁をつけておきます。柔らかくなるお味噌をつけておきます。はい、じゃがいもの方もカリッとなってきました。保温にしてお味噌が柔らかくなったので、お味噌を溶いてお味噌汁は完成です。じゃがいもがこんな感じでパリッとさせてる間に、今度はソーセージですね、これを細かく刻んでいきます。はい、いい色になりましたね。両面こんがりと焼けたら塩コショウで味を整えて、今度
はソーセージをボウルに移して、はい、これにも小麦粉と水ですね、入れて溶いていきます。水を入れて、はい、これをフライパンに落として広げていきます。ボウルに残った粉にも少し水を入れて、ボウルをきれいにして全部フライパンの上に落としていきます。油を敷いて、先ほどのじゃがいもはキッチンペーパーの上で油を切っておきます。ヘラで少し伸ばしてフライパンいっぱいに先ほどのじゃがいもと同じぐらいの大きさに広げて焼いていきます。今度はソーセージを焼いている間に卵を3つですね、砂糖大さじ1ぐらいと塩が小さじ半分ぐらい、溶き卵にして先ほどの梅肉、おかか、オクラをカップに詰めて、ソーセージもカリッといい感じになりました。はい、これにじゃがいもにマヨネーズを塗って、先ほどのソーセージですね、これを上に広げていきます。はい、次は卵ですね。先ほどのを一気に流して蓋をして、はい、これもひっくり返していきます。香ばしくなりすぎたかもしれません。両面卵が焼けたら、今度は焼いてる間にご飯も準備します。ソーセージの上にも接着剤代わりにマヨネーズを塗って乗せます。これをさらに半分に切って、下の芋の方を卵の上に重ねていきます。あとは食べやすい大きさにカットして、煮詰めていきましょう。味見をしながら、なかなかいい感じに出来上がりました。お惣菜の冷凍食品の唐揚げとトマトを添えて、あとはご飯にのり玉ですね。今日も冷蔵庫にあるものでなんとか
出来上がりました。ポテ玉ソーセージのミルフィーユ、お弁当にどうぞ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。